ボビス衝突まで残り100秒。ラジャーアトラス司令室、こちら1134、システム確認を。1134、全システム正常。アーク射出準備開始。冷却処理開始。ナノトライト注入。了解。コールドスリープシステム起動。アーク投入装置作動。作動率 97%。スリープ状態に移行。1134、ログオフする。1134、了解。地中投入開始。こちらアトラス司令室、ログオフする。人類に未来があることを祈って。環境変化を検知。冷凍保存チェンバー損傷。チェンバーオメガ5オンライン。緊急用ナノトライト起動。3、2、1。ナノトライトシーケンサーオンライン。冷凍保存チェンバー開放。起動範囲。内部データシステムリブート中。バイオオーグメンテーションシステムフル稼働。ナノトライト起動。現在地不明。遠隔位置ビーコンオフライン。システムの完全診断実行中。アーク外圧シール完全開放。外部の安全を確認。外部ドアロック解除。記録メディア再生。ここは危険だ。乗れ。今は質問よりも逃げるのが先だ。この丘は盗賊どもでいっぱいだ。逃げた方がいい。俺はダンヘイガー。お前は運がいい。オーソリティは莫大な懸賞金をかけてアークの生存者を捕獲しているんだ。オーソリティが何かもわからんか。右も左もわからないって心境だろう。ようこそ未来へ。捕まってろ、盗賊どもだ。そのアークスーツはまずかったな。ちょっとクソ目立ちすぎるぞ。
奴らだ。おそらく仲間を探してるんだろう。くそ、まずいことになった。なんとか町まで逃げないと。奴らが仲間の死体を見つければ血眼になってお前を追ってくる。俺にいい考えがある。うまくいけば助かるぞ。帰ったぞ、恋しい我が家だ。こっちだ。実のところお前を助けたのは大きな賭けだった。俺はこの町のみんなを危険にさらすことになる。俺はリスクを避けることで生き延びてきた。お前のおかげで考えが変わったよ。要はこういうことだ。盗賊どものアジトに乗り込んで奴らをぶっ殺してほしい。一人残らずだ。ガレージにある俺の ATV を一台貸してやる。それとテーブルの上にあるピストルや物資も持っていけ。おっと、ただ感謝するだけじゃないぞ。生きて戻ったらそのワークスーツにぴったりのアーマーを見つけといてやる。交渉成立か？おっと、ただ感謝するだけじゃない。それともう一つ、盗賊どもは案外柔な相手だからお前なら楽勝だろう。アークの連中には特別な力があるというしな。奴らのアジトを探して連中を始末してくれ。どのみちやるかやられるかだ。